改めまして、坂かさま不動産の藤田恭英です。ごめんなさい、今日は東京に行けずですが、名古屋の方からオンラインで参加させていただきます。よろしくお願いします。では、画面共有の方をさせていただきますと。はい、では、今回、100万字3か月間のプロジェクトで、ですねどんなことをやってきたのか、また改めて坂かさま不動産とはどういった活動をしているのかということをご紹介させていただきます。 その前にですね、藤田恭平、お前とは誰なんぞやっていう話があると思いますので、先に自己紹介をさせていただきます。左側に映っているのは、ユニューバーサル・スタジオ・ジャパンの時にですね、僕がスヌーピーのコスプレをしようと思って、犬の格好をしております。手にはめているのは、軍手です。はい。えー 僕ですね、藤田久恵といいまして、株式会社オンコの代表取締役をやっております。1992年生まれ29歳となっております。はい、で今までの経歴、簡単に言うと、まあ、22歳の学生の時にですね物件を借りましたで。そこからシェアハウスを始めて、気づけば空き家を発見ぐらい改装して、そこからですねどん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 空き家を改装してほしいだったりとか、地域の活性をしてほしいとか、シャッター商店街の問題を何とかしてほしいといった、そういった えっと空き家だったりとか地方の問題を解決するってお仕事がたくさん来て今の会社を作ったというような経緯がありますはいでえっ、ー、とまあ、会社のコンセプトとしては、えー、皆様狂いましょうという思いを持ってですね狂う、えー、ぐらい面白いことをやっていきたいなと思うそんな会社となっておりますはいで、えー、じゃあ逆さま不動産まあなんかキャッチーな名前だなということで逆さま不動産なんぞやっていう話なんですけれどもえっ、ー、とまあ 通常の不動産、えー、皆さんもご存知かと思いますが、スーモさんとかホームズさんというのは、普通、ですねこう物件の情報が普通掲載をされていて、そこに対して物件を借りたいと思う人がいたときに、えー、連絡をしてマッチングするというようなのが普通の不動産だと思います。えー、僕たちの逆さま不動産はその全く逆でして、物件の情報は全く載っておりません。はい、その代わりり何が載っていいいるかとと言いますと、えー、物件を借りたい 物件を借りてこんなことがしたいというような思いだけがこう載っております。で、その思いを見てくれた大家さんがあ面白いなと、こいつだったら物件貸しゃってもいいなと思う人に対して連絡をしてマッチングするというようなサービスをやっております。はい、で、実際ですね、約1年半前です、ね、にサービスを公開しまして、そこから ちょっとこれごめんなさい古いデータなんですけど、今、約11件のマッチング、そして100件以上の掲載がこう生まれております。でたくさんのこう事業者さんですね、100万円周りですと、えー、と最近、法人化もした、あのえー、と何だっと、まあ、浅井くんですね、入港民館を作った浅井くんて方も、逆さまお父さんを使って、奈良県で物件を無料で獲得しました。はい でそういう中でですね、えーとまあ、たくさんのメディアの方にも載せていただいたんですけれども、えーと、今回100番地のプロジェクトで、えー、やりたいと思っていたことが、100件の掲載者を目標に活動するということを東京の方では行わせていただきました。でですね、えーとまあ、100番地の方を中心に、本当にたくさんの方ですね、先ほど枠の。 方も掲載をさせていただいたんですけれども、えー、掲載者の方はたくさん見つかりました。えー、こんなことやりたいあの、Z 落語をやりたいとか、えー、組まれコラボが生まれる撮影スタジオを作りたいとか、そういった方の、えー、掲載は本当に、えー、たくさん推薦させていただいたんですけれども、えー、っと、 この子たちの居場所をじゃあどうやったら作れるんだろうと思っていろいろ動いてみたんですね。ただ、えーとまあ、僕ら、東海エリアを中心にやっていたのでそのモデルを東京に持っていこうと思ってやっていたんですけれども、えー、とやっぱりなかなかこう物件の方が動かなかったです。はい なんで、えーとまあ、渋谷を中心にこう再開をしている方とか、あのロフトワークの方とかにも伺ったんですけど、なかなかこう物件情報が手に入りませんでした。なので、えー、掲載者は見つかったんですけど、この後の物件を探すっていうのがなかなか大変だったなっていうのが、今回の3ヶ月間の、えー、感想です。 はい、なので、えっと、今回のプロジェクト、僕らは3ヶ月で卒業という形になってしまうんですけども、えっと、また東海地域を中心にです、ねえっと、再現性のあるモデルを作って、えー、東京に乗り込めて、また100万地、域来れたらいいなと思っております。ありがとうございました